はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の海野です。今日はですね、私の初級講座を受講されて、令和2年度の司法書士試験に見事1回目の受験で合格された、藤井さんをお招きいたしまして、ズームでもって合格のですね、喜びと、そして、皆さんへのメッセージ並びに勉強方法等について少しインタビューをさせていただきたいと思います。藤井さん、どうも合格おめでとうございます。ありがとうございます。今日は藤井さんにですね、ぜひ有益なお話を伺おうと思ってます。では藤井さん、簡単な自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、令和2年度司法書士試験合格しました藤井と申します。働きながら、通信講座で、合格しました。働きながら通信でですね、1回目の受験で合格されたということで、非常に私も嬉しい、非常にですね、誇らしい思いなんですが、今日は藤井さんにいろいろ伺っていこうと思います。ではまず一つ目なんですけれども、はい、講義の受講ペース、15ヶ月合格講座の講義の受講ペース、例えば週何コマ受講されていたかというようなことや、復習をどのようにされていらっしゃったかを伺っていきたいんですけれども、藤井さんいかがだったでしょうか。はい、大体8月の下旬ぐらいから、週3コマ配信されるような形になっていました。日曜日に2コマ、水曜日に1コマだったんですけれども、まず講義は、配信されたその日に、受講させていただきました。まず講座を受講し、講座部分のブレイクスルーを読み直し、セルフレクチャーを解くというような順番で、勉強を進めていきました。まず日曜日に2コマ受講し、火曜日までにそこのセルフレクチャーまでを終了させる。そして水曜日に受講し、配信された1コマを水曜日に受講し、木曜日までにセルフレクチャーまで終わらせるというような流れで勉強を進めておりました。何ですか、過去問はどのタイミングでやってらっしゃいました？過去問は、配信中の講座のものは手をつけられませんでした。終わった科目のところで、そうですね、はい、先生の指示で、配信中の科目ではなく、その全科目の、復習を並行して進めるようにというご指示がありましたので、その段階で過去問は初めて解くというような形で進めていきました。セルフレクチャーは講義と並行して、予習ではなく復習の際に使っていただきました。あ、はい、そうですね。全科目の復習をする際、必ずまずセルフレクチャーから入っていました。ブレイクスルーはセルフレクチャー読んでんってなるような時のみ、開くというような形になっていたと思います。で、セルフレクチャーを解いそうですね、今回復習する分野のセルフレクチャーを解いてから、そこの過去問に入るというような形で復習を進めておりました。記述式の出題がある不動産登記法と商業登記法では、ひな型をたくさん覚えなければいけませんよね。はい、ひな型とかはどのタイミングで覚えてらっしゃいました？はい、そうですね、復習、全科目の復習を、金曜日に行っていましたので、で土曜日、丸々1日休みを使って、ひな型の暗記であるとか、記述の講座を聞いたりとか、そういう形で、勉強を進めておりました。じゃあもう不動産登記法と商業登記法の講義の時にひな型の勉強は、それは並行してやってらっしゃった？あ、そうですね、はい、先生にご指示いただいたもうタイミングで、それに遅れないように間に合わせるようにというようなイメージ形で、進めておりました。ありました、ありがとうございます。それではじゃあもう一つご質問させていただきたいんですけど、はい、受験生時代から藤井さんは働きながら勉強をされて、で最後までお辞めにならず、いわゆる働いている状態で試験を受けられたんですよね。はい、
ということは、働きながら一発合格という、ただでさえ一発合格が大変なのに、さらに、ね、素晴らしい偉業を達成されたと思うんですけれども、平日、休日、どれぐらい、勉強時間に当てていたのか、またお休みなんかは、必ず勉強を、全くしない、勉強を全くしないお休みなんかを取られたのかどうか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。はい、そうですね。日によって何時間というような形でこう決めていった部分はあまりなかったんですけれども、平均すると平日はだいたい3時間から6時間は勉強していたと思います。だいぶ幅はありました。で、休日は、8時間から12時間ぐらいやっていたと思います。でだいたい1週間で40時間は下回らないような形になって、そこをちょっと意識するようにしていました。もちろん調子がいいときはもっとも勉強できるときはしますし、40時間を超えた時点で、今週はちょっとというようなときだったら、そこからこうちょっと晩酌をしたりとか、そういった形でこう自分を休めるようにしていました。全く勉強しない日というのはこう定期的には作らなかったです。じゃああれですね、まるまる1日勉強しないっていう日は ほとんどなかった。そうですね、はい、なかったと思います。はい、例えばゴールデンウィークとかお正月休みとかはずっと勉強してました。そうですね、お正月休みは1週間きっちり休ませていただきました。まあ、ちょっと本当はちょっと遅れが出始めていたので、こう継続しようと思ったんですけれども、ちょっとしんどくなってきた部分があったので、まあ、正月ちょっとずらしたんですけれども、1週間もう全く勉強しない日を作りました。ですか、あれですかね、なんて何時間、絶対やるって時間で決めてましたか、それともこれをやる このノルマをこなすっていうふうな決め方してましたかね。ノルマをこなすという形で、勉強は時間はほとんど意識をしていなかったですね。そうですね、それは、はい、大事ですよね。働きながらっていう形で、ただでさえ時間がなかったと思うんですけども、そのノルマをじゃあきっちりこなすことを、はい、じゃあ意識されてらっしゃった。はい、そうですね、はい、お仕事をされていらっしゃりながらの受験だったんですけど、フルタイム勤務でいらっしゃいましたか。はい、はい、そうですね、普通にいわゆる9時から6時までとかいうような形ですか。そうですね、はい。じゃあもう本当に週5日間。はい、そうですね。なんかもうやっぱり働きながらって言っても、一口に、ね、言ってもいろんな就業形態の方があるんですけど、もうじゃあフルタイムで週5日もう、ね、働きながらということで、いや本当に頑張られたんだなというふうに改めて、もうありがとうございます、はい、ということだと思うんですけれども、今受験生、非常に働きながらの方は多いので、はい、多分ね、藤井さんみたいな成功例が非常に勇気づけられると思います。ありがとうございます。はい、では次に受験生活、藤井さん、振り返ってご覧になってみて、この勉強方法は非常にとってよかったですとか、逆にこの方法をとって失敗だったなっていうような経験があれば教えていただきたいんですけど。その先生の講座を聞いて、まあ、その後ブレイクスルーを読み直すときに、その自分でこう論点を説明するような、自分でこう講義をこう一人でブツブツ言っているような形で読み進めていました。講義の なんていうんですかね、解説を一人で勝手にするというような、そういうようなセルフレクチャーですね。セルフレクチャー、自分で自分に講義をするっていう。そうですね、はい。なんかまあちょっと人を目の前に仮定しておいてこう喋っているような形。ああ、それは素晴らしい勉強方法だと思います。はい、のそれをやることによってこう喋りながら、これってこういうことだったのかって自分で再発見することもあったり、あとうまく話せないと、これ全然理解できてないなと、こう自分の理解ができていない点やこう理解が深まったりとか、そういうような発見ができたりしたので、私としてはおすすめなやり方ですね。あれですか、ずっとこう机に向かってこう勉強されていらっしゃいました。そういう、こう説明するときとかも、割と部屋の中を歩き回りながらやっていたりしました。そうですね、勉強時間が本当に長期にわたってくるので、暗記とかは、歩きながら、外とか歩きながら暗記用の教材をちょっと自分で作ったりとかして、歩きながらこう
やって運動不足にならないように、ちょっと体調不良を心配していたので、そうならないようにちょっと工夫をしておりました。あの富士山の、ね、お住まいはあれですよね、南国ですからね、南国の石垣島ですもんね。と、はい、ね、いうことは、あの我々が住むあのこの、本州などよりも多分暖かい、気候的には非常に暖かい、土地でいらっしゃって、はい、ね、あのそういったなんかこう環境のいいところで勉強されたんだなと今思ったんですけれども、はい、そうですか、ありがとうございます。ではあの失敗した点とかは、どうですかね。そうですね、その先ほど言ったその暗記の際の、教材を自分で作ったとも言ったんですけれども、あとそれから先生が講義中にこう指定していただいた暗記の図テキストの暗記の図表とか、これは直前期に使うんだよとか、そういうのをちょっと私はインデックスとか付箋を貼るだけでこう、まあ後で見ればいいやと思っていたんですけれども、まあ、いざこう暗記をする段階になって、そのままじゃやっぱり使えない、使いづらいということで、こう、まあ、コピーして白抜きにして、書き込むとか、まあ、暗記の方法はいろいろあると思うんですけれども、そういうこうちょっと使いやすい状態にする作業を直前期までにしていなかったんですね。でそれを直前期になって、こう、あ、このままじゃ暗記しづらいなとこう感じたときに、構成し直す作業を直前期にしなければならなくなって、もう、こう1分1秒も惜しい中でそれをこう勉強ではなく作業をしなければならなくなってしまったというのが、こう個人的にすごく後悔した部分でありました。はい、ありがとうございます。そうですね、あの作業と勉強は違いますもんね。はい、そうですね。でも、まあ、それを克服されての見事の合格ということで、もう結果良ければ全て良しだと思うんですけど、ただでもその失敗って受験生の方非常に皆さん役に立つと思うので、多分今の言葉を聞いてドキッとされた受験生いらっしゃるんじゃないかと思います。はい、それではじゃあ最後に、あのこれから司法書士を目指す方へ、何かメッセージがありましたらお話しいただきたいと思います。藤井さん、どうでしょうか。はい、そうですね、司法書士試験ものすごく長期間に渡りますし、人それぞれ、皆さん本当にこう状況違う中で、勉強に挑んでいくような形になると思います。本当になんかこう私自身もなんか自分自身をこうものすごく、自分自身と向き合うような時間がすごく多かった、この試験期間中多かった気がしています。その中でこういろいろこうちょっと自分の中の要素、いろんなバランスをこううまく取りながら進めていくような試験にだったのかなと自分の中で総括して、思った次第なんですけれども、そうですね、こういろいろちょっと自分と向き合ってこううまくこうなんていうんですかね、どっか一つ伸ばすと一つこうちょっと悪い影響が出てくるとか、こうなっていくことがあると思うので、うまくこうバランスをとって、進めていけば合格に近づくのではないかなと感じました。これから受験される皆様頑張ってください。はい、藤井さんどうもありがとうございました。それでは今日はですね、令和2年度司法書士試験最終合格された、藤井さんをお招きして非常に貴重なお話をいただきました。レックで学んで、通信講座で、そして働きながらで、1回で受かる、非常に多くの難問をクリアされてこられたと思います。これから、私と同じ司法書士として、ぜひですね、活躍をされていくことを、まあ、お祈りしております。それでは、皆さん、今日は貴重なお話をいかがだったでしょうか。では皆さんの、ね、勉強のための、ね、これを一つ教訓としてというか、アドバイスをしっかり、ね、皆さん胸に留めて頑張っていっていただきたいと思います。それでは、藤井さん、どうもありがとうございました。皆さんご清聴どうもありがとうございました。